まあ、強いというか、絞るというか、あのモデルの交渉をしてて、呆然だったんですけど、ドライバーとしては、2、3人ってすごい怖いね。本当はオーバー入れてね、かけたいね。一番佳境に入ったと思うんだよね。走行準備ができたんだけど。スーパー GT の車両もいます。
完全ユニットは V8 もこれで引き納めですからね、今年いっぱいで。来年からのスーパー GT、それからスーパーフォーミュラーは、